その鉄路に歴史あり。今宮恵比寿神社、恵比寿さん、で有名な、商家大阪の有名な神社の一つで商売繁盛で有名な神社。ちなみに、恵比寿さん、で有名な、大黒様はお金の神様の印象が強いですが、本来は海の神様で豊穣の神様だそうです。特に1月10日を中心に1月9日から11日に行われる、10日、恵比寿は参拝者が多く有名です。この今宮恵比寿神社、参拝の最寄り駅は南海高野線今宮恵比寿駅。ただ、本来は南海本線の駅ですが、電車は線路の関係で、高野線の各駅停車のみが停車します。阪海電気軌道、阪海線恵比寿町停留所、大阪メトロ、堺筋線の恵比寿町駅と、そして少し離れた場所では大阪メトロ御堂筋線、四ツ橋線の大黒町駅とあります。しかし当初、今宮恵比寿神社の最寄り駅はこれらの駅ではなかった。一番最初の今宮恵比寿の最寄り駅は JR 関西本線の今宮駅でした。今回の話は今宮駅と今宮恵比寿神社の最寄り駅をめぐる話です。この今宮駅は今宮恵比寿神社からは結構離れています。そんな今宮駅、現在でこそ3階建てで関西本線以外に大阪環状線も停車し、駅の記念スタンプには大阪環状線で最も高い駅として書かれている駅ですが、この駅はかつて廃止という名の死刑宣告を受けた死にかけた駅でした。今宮駅は明治32年、1899年、3月1日、当時の関西鉄道、後に国に買収され、民営化で現在は JR の港町、天王寺間に今宮恵比寿神社の最寄り駅として開業します。しかし明治40年、1907年、10月5日に現在の南海電鉄、今宮恵比寿駅が当時の南海鉄道恵比寿駅として難波、天ヶ茶屋間に開業し、今宮駅は早々に今宮恵比寿神社の最寄り駅としての地位を失います。ちなみに南海鉄道は今宮駅のできた翌年の明治33年、1900年、10月26日に天ヶ茶屋と天王寺を結ぶ南海天王寺支線を開業しています。さらに明治44年、1911年、12月1日には、阪海電気軌道の開業により、恵比寿町停留所が開業します。ちなみに、阪海電気軌道は、南海に九州の後、分社化により、今日の阪海電気軌道になります。大正4年、1915年、7月1日には南海鉄道の恵比寿駅が現在の今宮恵比寿駅に改名されます。そして昭和3年、1928年、12月1日、今宮駅の今日に至る存在に関わる大きな変化が、関西本線の貨物支線、大阪臨港線が今宮駅から分岐し、大阪港駅まで開業します。この路線の大部分は後に現在の大阪環状線の路線の一部になります。さらに昭和13年、1938年、4月21日、大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロ、御堂筋線が天王寺駅までの延伸開業し、大黒町駅が開業。昭和17年、1942年、5月10日には大黒町駅は大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロ、四ツ橋線の大黒町駅、花園町駅が開業し、分岐駅となります。この時点で今宮恵比寿神社の最寄り駅に南海鉄道今宮恵比寿駅、南海に九州合併された阪海線恵比寿町駅、大阪市営地下鉄の大黒町駅があり、今宮駅は完全に今宮恵比寿神社の最寄り駅としての存在感を失ってしまっています。ちなみに今回の話は廃止となった大阪市電の停留所の話は省いています。そして昭和36年、1961年、4月25日、今宮駅の存在に関わる大きな変化の事態が、大阪環状線が開業。
今宮駅から分岐していた関西本線貨物支線、大阪臨港線が大阪環状線の路線の一部になり、旅客電車が走り出します。ちなみに途中の境川信号所から大阪港までの貨物支線も大阪環状線の大阪臨港線となったため、2004年、平成16年、11月9日に浪速駅が休止になるまで貨物列車の運行がありました。そして昭和39年、1964年、3月22日に今宮駅の存亡に関わる一大事が起きます。新今宮駅が大阪環状線の駅として開業。ただしその時は関西本線の全列車は普通も含めて通過していました。関西本線と並行して走っている大阪環状線の駅とはいえ、今宮駅のすぐ近くに新駅ができ、今宮駅にとって存亡を揺るがしかねない存在ができました。そしてとうとうこの今宮駅の存在にとどめを刺す資格の存在が登場します。昭和41年、1966年、4月1日、大阪環状線の芦原橋駅開業。利用者も少なく至近距離に大阪環状線の新駅が開業し、板挟みとなった今宮駅はこの直前に廃止という名の死神がやってきて死刑宣告を受けます。しかし、近隣住民は突然の通告に驚き、反対運動が起き、この時、地元住民の手によって間一髪で今宮駅にやってきた廃止という名の死刑宣告の死神が追い払われ今日に至ります。そしてその後、昭和41年、1966年、12月1日に南海と国鉄、現在の JR、の交差部分に作られた新今宮駅に南海の新今宮駅ができ、国鉄と南海の乗り換え駅となります。ただ、この時もまだ新今宮駅は大阪環状線の列車のみの停車で、関西本線の列車はその後の昭和43年、1968年、3月25日に新今宮、天王寺が複々線化されて駅ホームが現在の状態になるものの、まだ普通の含めて全て通過のままです。さらにその後、今宮恵比寿神社の最寄り駅にもう一つ、昭和44年、1969年、12月6日に大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロ、堺筋線が開業し、恵比寿町駅が開業します。そんな中、今宮恵比寿神社に最も近い今宮恵比寿駅が南海電鉄の路線の運行形態の変更により、従来は南海本線と高野線の区間運転の各駅停車が止まっていたものから、昭和45年、1970年、11月23日から高野線の各駅停車のみの停車となります。ただ所属は高野線でなく、南海本線のままという奇妙な事態に。そして昭和47年、1972年、3月15日、翌年、昭和48年、1978年、10月1日、の電化を前にとうとう、新今宮駅に関西本線の列車が停車します。しかしこれまでの流れの中で、今宮駅は今宮恵比寿神社の最寄り駅としての存在意義を他の駅に奪われ、さらに近隣に国鉄の新駅ができて廃止という名の死神がやってきて死刑宣告を受けたが、地元の住民の反対運動によって廃止という名の死刑宣告という名の死神が追い払われて存続したものの、今宮駅から分岐していた貨物線だった関西本線の支線が大阪環状線として旅客線に形態が変わり、頻繁に電車が走り出したのに、この時点ではまだ大阪環状線には今宮駅はなく、駅の両脇を土手や高架でまたいで関西本線の今宮駅を素通りしていました。むしろ、今宮駅の廃止の話が出るきっかけとなった一つの新今宮駅の存在がある別の路線の廃止につながりました。それは南海天王寺支線。今宮駅に取り付いた死神は今宮駅から追い払われ、新今宮駅の開業で弱り出した南海天王寺支線に取り付きに行きました。南海天王寺支線はかつては南海本線や高野線と国鉄を結ぶ路線としての役割がありましたが、新今宮駅が南海と国鉄、後の JR、との接続駅となり、南海天王寺支線の利用者は減り、
さらに、天王寺支線の敷地を利用して、大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロ、堺筋線の動物園前、天ヶ茶屋の延伸用の敷地になったため、南海天王寺支線は昭和59年、1984年、11月18日に天ヶ茶屋、今池町、の部分廃止という名の余命宣告を受けた後、平成5年、1993年、3月4日の大阪市営地下鉄、堺筋線動物園前、天ヶ茶屋の延伸開業に伴って、平成5年、1993年、3月31日をもって南海天王寺支線は残りの区間も全区間廃止という死刑執行が行われました。ちなみに部分廃止後の孤立した天王寺支線は南海本線高野線とは萩の茶屋、今池町、で、愛林地区の商店街を通って徒歩連絡していました。今考えるとデンジャラスです。そして時は流れ、今宮駅の今日の姿になる大事態が起きました。平成8年、1996年、3月22日、今宮駅のホームの高架化と駅舎の移転が行われ、駅がほぼ現在のような形になりました。これにより、今まで大阪環状線の線路に挟まれた目立たない駅から一転、綺麗で目立つ駅となりました。そして翌年の平成9年、1997年、3月8日、今宮駅は大阪環状線のホームを使用開始し、関西本線だけでなく大阪環状線の駅としてもなりました。一時は廃止という名の死刑宣告を受け、死神がやってきたものの地元住民の手によって追い払われ、その後も大阪環状線が駅ホームの両脇を通過して大阪市内の国鉄 JR の駅として影の薄い存在だった今宮駅。しかし駅舎の建て替えによって大阪環状線の駅としてもなり、さらには大阪環状線に乗り入れる区間快速も停車するようになって。ただ、JR 難波発着の区間快速は通過していますが、かつての関西本線だけの駅の時代から比べると利用者も増え、今日に至っています。